これまでですね単発でプロジェクターの更新というものは行ってきましたしかしながらですね大多数の機器がです、ね、更新できてない状況でした特にですね講義棟の講義室あるいはですね坑道の大ホールといったですね機器が更新できておらず劣化が目立っているという状況でしたそんな中でですね大学として 更新するにあたってプロジェクターに求めた性能としては1つはですね機動性が高く素早く軌道停止ができること2つ目がですねランプ等の交換がなくメンテナンスがほぼ不要であること3つ目がですね投影物の再現性が非常に高いことこの3つの性能を求めておりました。レーザーーザプロジェクタのの登場というのは これらの条件をすべて満たしており、まさしく望んでいるものと言えました。広度大ホールに導入させていただいたプロジェクターこれについてはですね非常に高輝度で投影物の再現性が非常に高いと。 いう実際にですね投影した場合に大ホールの照明をです、ね、そんなに落とさないでも投影物をきれいに写すことができるとこういう特徴はですね今後講演会や学内での説明会といったイベントにおいてですね投影物を写しながら手元の資料も確認すると。 いったですね使い方ができますので非常に品質の良いサービス提供ができるホールになったと感じていますこれまでのランプ方式のプロジェクターですと起動までに時間がかかることから授業のコマとコマの間にプロジェクターを点灯したまま授業の切り替えを行うような場面がありました 今回ですねレーザー方式のプロジェクターに交換しましたので起動停止素早く行えますのでプロジェクターを点灯したままといったようなですねエネルギーの無駄遣いにつながるような利用方法もなくなりますし点灯している時間がランプ方式で長かったということで交換する頻度もどうしても上がってしまっていたのですがこういった部分も解消できたと考えます。 ランプ光源のプロジェクターの場合は2000時間に一度のランプ交換を行っていました今回ですねレーザータイプのプロジェクターに更新したことで2万時間運転が可能になりましたまたですね長時間の運転にも対応できるということはですね管理する側にとって非常に安心感があります4月にですね 新しく導入して間もないんですけれどもグループディスカッションディベートといったですね今回プロジェクターを新しく更新させていただいたことで授業の開始時における起動が素早く行えるということさらには投影物の再現性を非常に高く行うということができること。 これによりですね、大学にとって、授業は最も重要な商品の一つと言えますが、今回、50インチのモニターについても新しく設置させていただきましたので、どの席に座ってもより質の高い授業を受けられるようになったので、サービスの向上につながったと考えています。